吉田さん、私は今でもたまに聞かれるんですけども、ずっとビジネスで感謝と提供、価値提供、そしてお金をいただくということは、お金を払った人が自分の提供した商品でサービスで感動してね、感謝してありがとうっていう気持ちでお金を払うと。でも FX はそれがあるんですかってことを聞かれたんですよね。それはね、私もね、自分自身で動画で発信してるんですよ。 FX をはじめ投資ってのはビジネスと違って、お金を払う人が畜生このお金が取られていくみたいな感じで、もうまさに恨みでお金を払うんですよね。でお金を手にする方はもう合法的にお金をね、こう盗んでるようなもんなんですよ、相場の世界っていうのは。だから知恵のせめぎ合いですから、そこにはもう一切のね、なんか人情とかないんですよ。だから強いものが勝つ、それだけなんですよね。ビジネスほど甘くないっていう言葉をよく使われましたけども、まさにそうで、投資っていうのはビジネスほど甘くないんで、割り切んないとできないんじゃないかなと思いますし、そこにはそこで、その FX からねお金を取り出すことによって感謝や感動はやっぱりあるんだろうなと思います。どこを見るかですよね、やっぱりね。ただ吉谷さんみたいに思う気持ちってのは私もね、分かるんですよ、どう言ったらいいのか。今金利や利回りってものが私の暮らしを支えてくれてますけども、じゃあなんで金利や利回りってのが生まれるかっていうと、割高で払っても助かる人がいるっていう現実はずっとあるんですよね。じゃなきゃインフレって起きないですからね。どんどん経済縮小していくばっかりですから、まあ、深く考えていくっていうのは大事だと思いますけど、私はあんまり考えないんで、まあ、感覚ですね。目の前にあるものをただこなすと、そこに講釈はないんですよ。人の意見も別に聞かないんですよね。だからリラクの社長の話なんてのも聞いたことがないし、聞いてもその人に感化されて何かこう自分のやってることが変わるってこともないでしょうね。変わるとしたら自分で気づいたから変わるっていうことかなと思いますね。吉田さんがそう思うのも十分わかりますし、はっきり言って FX ね、ビジネスよりは難しいと思います。ビジネスで一山当てて余剰資金がいつでも作れるようになった人だから FX ができるんですよ。だからビジネスできない人は FX はもう箸にも棒にもかかんないんで、それやんない方がいいと思いますよね。まあ、それでも FX はやろうっていうふうな、もう半ばギャンブルみたいなね、もうやらないと気が済まないと、やってダメだったらそれで諦めがつくんだって人に対しては、まあやってもいいんじゃないかなと思って門戸は開いてますし、それこそね、 FX のことを私が商品を売ったり私が指導しなくても、やりたい人は誰かから指導を受けて誰かから商品買うんですよ。だとしたら、わけのわかんない人からね、速稼塾の塾生が商品買うよりも、私の目の行き届いているところで私の商品を手にして私からの一生のもののね、サービスを受けた方が私は責任持てるなと思うんですよね。まあ、ですので、昨年の末に満を持して4年がかりの商品をリリースして、今年もリリースしました。もう一個ね、リリースの予定がありますけども、まあ、今年の末になるでしょうね。 FX っていうのは3年がかりで攻略しようと思って、ちょうどいいぐらいなんですよ。だから3ヶ月とか半年とか1年とか、それこそチャートに張り付いてバリバリ勉強して証券会社の社員並みのことをすれば別ですけども、なんかね、半日働いて空いた時間で30分1時間っていうことでは、なかなか短期間で結果は出ないし、ほとんどの人がそういうことやるから、ただ相場の世界にお金を置いて退場して辞めるっていう、利確じゃない、損確定って感じなんでしょうね。まあでも本当にね、リラクの社長が言うのも分かりますよ。本当それは余裕がある人がそう考えると思います。とりあえず俺の金、とりあえず自分の暮らしと思ったら、お金にきれいも汚いもないんで、まずは稼げる方法を探していくんじゃないかなと思いますしね。だからやっぱりお金はいつも正直っていう側面もあって、自分の口座にお金が入ってるってことは、何がしか自分の行動の正しさがそこで証明されてるというふうに、一部思うんですよね。まさに FX では FX に対して真摯にこう向き合ってきた人がお金を手にして、生半可にやってた人がお金を損するんですよ。そこはなんかのコンテストみたいな感じですね。天下一武道会みたいな、そこに参加するのは自由だけども、トレーニングをしなかった人は予選落ちするわけですよ。もしくは負けるんですよ途中で。
で決勝戦出てそこで勝利した人だけがお金を手にする、賞金を手にするんでしょうねきっと。まあ、そんな感じじゃないですかね。あの私はだから、まあ、今取ってつけたみたいになりますけど FX ってのは自己錬磨がどのくらいできたかなっていうのの確かめだと思いますね。毎日今日もね大きな利確を放送したところだったんですけども、あ、自分はこれほどまでに FX のことを妥協せず緻密にやってきたんだなってことの証明ですよ。反面他のお金を損した人はなんて生半可にやってんだみたいなね、半分怒りがありますね。だから打ち倒して当然と思ってます。しっかり身を投じて腹くくってプロに向かっていく、そのくらいの気持ちがないと、それはお金の取り合いやってるところですから、戦場ですからね。それこそビジネスみたいに甘くない世界だと思います。ビジネスはセールスを受け取らないってこともできますしね。 FX は相場に投じた資金がなくなるか倍になるか、単純にこれだけを毎日やってるわけですから、きついと思いますよ。お金のセンスがかなり高くないとね、難しいと思います。というふうにいろいろ言いましたけども、私もよくわかりません。単なる感覚でやってるだけなんで、まあ損をすることがなくなったんで、偉そうに FX の指導をしてますけども、まあポイントを抑えれば攻略は可能かなと思いますけども、その前段階として1年間毎日負け続けてもやれるかどうか、その資金があるか精神が持つかってところが大前提になりますね。他の人はほとんど無理だと思います。いってらっしゃい。